イギリスとか、はい、ブルックリン行きたいです。ストリート系のお店、いろんなところ行きたいですね。ぜひいろんな国でデコラ会したいです。Hey guys, this is Kathy Gett. Today we're allowed backstage at an event called A Collection, which is a famous Japanese fashion show. And today we're actually going to ask the models here backstage what country they would like to travel to and what they would like to do. Let's find out! で海外に行くことができたらどの国に行きたいですか？これで海外スニーカーなんでたくさん歩けるんで、タイとかに行ってなんか食べ歩きとかいろいろこう散歩したりとかしたいです。一番やりたいのは何ですか？とりあえず食べたい。いろいろ食べたいです。あー、それはもう中国、香港。美味しいもの食べたいです。じゃあ香港にいて一番何をやりたいですか？小籠包食べたいです。お、中華料理食べたいです。ハワイ。今の洋服で？今の服でも裸でも何でもいいからハワイに行きたいです。行ったことありますか？あります、あります。ハワイ大好きなんで、まあ、5、6回は行ってますね。どんなところ気に入ってるんですか？もうあったかいのとパンケーキが美味しいのと、あと日本語喋れる人が多い。パンケーキうまい。どの国行きたいですか？あの服のジャンル的には自分イギリス系好きなんですよ。英国系のファッション好きなんで、ちょっとイギリス行きたいです。行ったことまだ一回もないんですけど。ぜひぜひ。はい、行きます。行きます。じゃがいもじゃがいもが美味しいんでしょ、イギリス。美味しいです。フィッシュ&チップス食べに行きます。その国に行って一番何したいですか？食べ物が食べたいです。パンケーキ。はい、パンケーキ。以外には？まあ泳ぎたいですね。まあハワイ行ったらね、サーフィンもやりたいですし、サーフィンできるんで行きたいですね。現地の服買い込みたいですね。高いよ。いや、高いんですけど。なんかちゃんとしてるじゃないですか、やっぱ現地だから。そうしたらもうやっぱ買い込みたいですね。ちょっとガッて金を貯めてから行きます。イギリスは。イギリス物価高いよね。ね、お金貯めてください。このブランドも買わなくないですか？あ、そうだけど革ジャンとか意外と安いかなと思うと、安くない、高い。あのワンピース系欲しいです、イギリスの。あ、そっち。ちゃんとした、そうちゃんとした感じ。あ、ビビアン行きたいね。ビビアン行きたい。ビビアンは行きたい。でもイギリスとか。はい。なんでですか？お母さんがイギリス好きで、なんか家にイギリスのお家の本とかがあるんで、あとなんかイギリスとか、まあ、フランスとかもそうだったんですけど、ロリータ好きな人とかがちょっといるじゃないですか。だからそういうなんか外国人の可愛いロリータちゃんとかも見てみたいなと思って、こういう人をいっぱい見たいです。あとハリーポッター好きなんで。なんかロンドンって感じじゃないですか。じゃあ、あのそこにいて一番やりたいことは何ですか？実際の駅とかに行って同じことやってみたいです。ハリーポッター。はい、プラットフォームの半分の、ぶつかるやつとか。あります。ぜひ 見に行ってください。見に行きたいです。美味しいものいっぱい食べたいですね。イギリスで頑張ってください。ティータイムしたいです。アフタヌーンティー美味しいです。そうです、そうです、やりたいです。海外は今ニューヨーク一番行きたくて、なんだろう、ロンドンに一回行ってたんですけど、ロンドン行った時は大人でモード系な感じが多くて、その時にニューヨークの人とよく遊んでて、その人のいろんな話聞いたらもう何でもありで結構ごちゃごちゃしてるんだけど、みんなその歴史がある服、オールドスケートとかいろんな格好してるから、一番ニューヨーク行きたいです。じゃあニューヨークにいて何やりたいですか？ストリートでとりあえずブラブラしたいです。行きたい場所とかお店とかありますか？ブルックリン行きたいです。ブルックリンの古着回ってストリート系のお店、いろんなところ行きたいですね。やっぱあのロリータの根源となったフランス人形という、フランスにまだ行ったことがないので行ってみたいです。じゃあフランスにいて一番何したいですか？わー、やっぱ教会巡りがすごいしたくて、あと普通に街並みを見たいです。なんでロリータのお洋服で、なんか今日は教会のコーデはこのロリータ服で、街並みはこのロリータ服でって考えて観光したいです。フランスに行きたいです。お、なんでですか？フランス人形になりたいんです。お、 I am French girl。 人形になったら何をしますか？でもそれしたらもう願い叶っちゃったんで、いやもう死んでもいいですね。フランス人形になって死にたい。違う国に行くことができたらどの国に行ってみたいの？行きたい国は特にない。なるほど。じゃあ日本がいい？
日本がいい。イタリア行ってみたいですね。やっぱ街並みがおしゃれっていうイメージがあるんで、はい、イタリアに行ってみたいです。行ったことありますか？いや、まだ1回もないんで行ってみたいですね。いや、じゃあイタリア行って何をしたいですか？フィレンツェとかベネツィアとかに行って、あのボートを乗ってみたいですね。はい、ゴンドラみたいな。はい、ゴンドラに乗って街中を見てみたいです。どこも行きたいけど、あのヘジャブを巻く国に行きたい。なんか最近ヘジャブを巻いたデコラちゃんがインスタグラムで写真をアップしてくれてるのを見てすごい可愛かったから、私も行ってみたいと思いました。じゃあその自分も巻いて。はい、巻いてみたいです。巻いてそこの国に何したいですか？みんなでデコラ会したいぜひいろんな国でデコラ会したいです。待ってます。The models which country they would like to go to, and we had Europe amongst the top with England and, well, UK and France, and also we had America and we had a couple of Asian countries, so, and also Arab, which was really nice. So everyone has a different place they would like to go to, but most of them would actually want to go there and eat something delicious. So how about you? Which country would you like to travel to next, and what would you like to do there? Let us know. Looking forward to your comments, and on the top right of the screen,Click the top part of the screen to find other videos where we ask Japanese people. And stay tuned. Until then, see you soon on Ask Japanese.